双方向のやり方がうまくいっていると思います。 LP を作成したいですと、ランディングページですね、 LP、まあ、ひな型を知りたいですということですね、テンプレートですね、要は、まあ、LP のテンプレートも無料であるんですけども、まあ、海外移住ご希望の方からのご相談ですね、ひな型を教えてくださいということなんですけども、まあ、もちろんひな型はあるんですけども、基本的にはですね、もう、ユーザーさん見慣れちゃってますね。長い縦長のすごく長く書かれているものっていうのも、そんなに読まれないですよね。やっぱり今もう動画とかもですね、短いものですし、基本的にメールもですね、ブログ記事もですね、短いコンテンツで短期決戦だと思ってもらった方がいいかなと思います。ですので LP も既存の長いものをですね、作れても、まあそのひな型を使ってもですね、あんまり読まれないのでは意味がないということなので、もう本当に1枚のですね、ちょっとスクロール、もう下にクリック、スクロールしワンスクロールしたら終わりぐらいの短いもの、もう極端に言うと1ページそのもの。